紀元2世紀末、長きにわたり中華の天下を支配した漢王朝はその威光を失い、世は戦乱の時代を迎えていた。群雄割拠の中、ひときわ力強い輝きを放っていたのは乱世の勧誘と恐れられる曹操であった。曹操は華北一帯を制すると、江東の地で勢力を伸ばす孫悟と対するため南へと進路を定めた。そのような情勢の中、隠遁を決め込んでいた芝居は曹操に才を見込まれて出仕することとなる。ああ、面倒な話よ。どうせ誰かが帝位を奪うだけ、乱世など早く終わればいいのだ。しかし、曹操、あの強大な袁紹を破るほどの男ならば、官室に未来はないと分からぬわけがある前に。芝居殿、口を慎まれよ。不敬であるぞ。無理やり出仕させられるのだ。この程度の愚痴は聞き流せ。ああ、全くもって面倒な話よ。孫悟の武勇など数で飲み込めばよい。狙うは敵将軍は孫権。全軍出陣。敵将、私が討ち取った。ドラを合図に船が動きます。敵陣へ攻め込むのにお使いください。ただし敵もこれを意識しましょう。船を動かす際は周りに用心されます。モルミより報告。敵陣付近に怪しげな祭壇があるとのこと。そう、まじないに頼るだけか。近くにまじないの主がおる。それを撃て。敵将、私が討ち取った。ポート、指示通り船を鎖でつなぎました。ですが、これではいざという時。心配いらないよ。勝てばいいのさ。そのためには足元を安定させないとね。目の覚める戦ぶり、お見事。我が自虐に勝とうなど、体払いたいわ。敵将、私が討ち取った。諸葛亮が祭壇に登壇。何やら怪しげな祈祷を始めております。あの有名なガリアつけを返せ。他の者を撃ち、敵の策を未然に防ぐ。おたまのめ。敵将、私が討ち取った。敵将、私が討ち取った。は引こう。だが国に合うことはこうはいかんぞ。敵将、私が討ち取った。敵将、私が討ち取った。敵将、私が討ち取った。私が敗走しては策はなせませんか。あとは皆さんの力を頼りにしましょう。
向はヒップの言うか上部の言うかこのわしが確かめてくれる。敵将、私が討ち取った。敵将、私が討ち取った。一人か、名乗らずともよい。切り捨てるまでだ。敵将、私が討ち取った。敵将、私が討ち取った。敵将、私が討ち取った。私が討ち取った。見事だ芝居。お主の才は騎乗から前線にまで及ぶものだったか。できるならば後方で地政図でも眺めていたかったのですが、力任せの者らの不甲斐なさにやむなく疲れる手段を取りました。ふん、そう言ってやるな。この心象は我らの不明ゆえではない。敵の戦が見事すぎたのだ。お主の目にはそうは映らなかったが。それは確かに、この戦を描いた主、相当の地を持つものかと。どうだ、乱世もそうつまらぬものではあるまい。劉備の軍師、諸葛亮か。せいぜい楽しませてもらおう。